飛び込みで行くとぼったくられそうで怖いのですが、飛び込みお断りっていうのが全体の7割ぐらいあると思う。店の名前は知ってるんだけど、はい、どのビルだったとか、はい、それから電話番号わからない、はい、今回は福岡市博多区中洲、九州最大の歓楽街として知られる中洲での夜の遊び方について、あるサラリーマンの方からお悩みが寄せられています。相談に乗っていただくのは、この中洲地区で、最大の、不動産会社である、福一不動産の古川社長です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速、今日の相談内容をご紹介いたします。はい。33歳福岡市の会社員男性の方からの相談です。30歳を過ぎた頃からお客を接待することが増えてきたのですが、正直中洲のお店には馴染みがなくて心もとない思いをしています。かといって飛び込みで行くとぼったくられそうで怖いのですが、何かいいお店選びのポイントがあれば教えてください。その30歳を過ぎてある程度お金に余裕が出てきたと、はいはい、で人を接待するのに中洲のお店の一軒ぐらいは知っておきたいと、心細いという、まあ、非常に気持ちわかるんですけど、こういう方々が行くところというとどういうところが想定されるんですか。まあ、一人で行くなり友達と二人で行くなりということであれば、はいはい、財布の中身によるんですけれども、まあ、スナックぐらいを一つ行く店として持ってて、はい、誰かが、まあ、中洲に行きたいんだけど連れて行けって言われたら、はい、まあ、僕の行きつけのスナックがあるからと、はい、いうのが、まあ、スタートとして中洲に行く遊び方、はい、なるほど。中洲の場合は、はい、お客さんが飛び込みで来るっていうことはほとんどないんですね、はいはい。誰かお客さんが誰かを連れてくる、はい、もしくはご紹介いただいてお店に来るという、はい、この2つしかないんで、はい、お客さんについても、ご一緒に来られた方のことを枝客というふうに言ってますね。私が古川社長に連れて行かれたら、私は枝客ですね。枝客、はい、つまりその中洲の基本的な遊び方として飛び込みで行くことはほとんどないと。ありませんね。ない。今回のこの相談者はですね、その飛び込みで行くと不安だと、飛び込みで行かなければじゃあどうやって自分のお店を開拓なり、作るんでしょうか。どういうふうな手段かな。まあ一番簡単なのは、はい、友達なり知り合いにどっかいい店ないですかっていうふうに聞くこと、はい、でその人に紹介していただいて、はい、そちらにお伺いする、はい。スナックの場合にはですね、はい、飛び込みお断りっていうのが全体の7割ぐらいあると思うんですね。あ、そうなんですか。で紹介していただかないと、はい、いけないという、まあ、あの玄関で、そういうふうに断れる店も多いと思いますね、はい。ただやっぱりそのいざ紹介されていって、あの1度目は楽しかっても2度目行くときになかなかそのお店ってたくさんあるから覚えてないっていうのはあると思うんですよ。 その辺りそれはよく僕のところ電話があります、はい。店の名前は知ってるんだけど、はい、どのビルだったとかどの辺だったとか、はい、それから電話番号わからないというお話は聞きますね。確かに、はい、特にご飯を食べて、はい、それから中洲に繰り出すわけですから、はい、お酒も入ってます、はい。でもちろんお店に行ったとしてもですね、はい、名刺はもらうんですけど、はい、次行くときにその名刺は持ってないもん、ね、持ってないです ね。確かに次行くときまで持ってないですよね。持ってないですね、はいはいはい。それで私どもで、はい、今飲みに行きたい方々に提供しているのは、はい、e-nagas.com という、はい、まあ、e-nagas.com、はい、あのお店の名前さえ覚えておいてもらえば、名前さえ覚えていれば、はい、検索することができます、ね。なるほど。検索するとどうなるかっていうと、お店の住所と、はい、それから電話番号が載ってますので、電話番号載っていて、はい、住所のところをクリックすると、はい、地図が出てきます。地図が出てくる、はい、それも明確に金額が分かりますから、はい、いくらの予算で行けばいいっていうこともわかると思います。なるほどですね、はい、店で働く女の子の写真、はい、ママの写真を掲示してくれてると、はい、まあ、そこまで携帯で見れますね。どうやったらそれ使えるんですか。 e-nagas.com というのは携帯からとかパソコンからというのは登録いただくと、はい、クーポンがもらえると。初めて行くときというのはいくらかかるかわからないし、はい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 、でキープ制である中洲に対して、はい、
はい、クーポン券だとその金額で飲んで帰れますから、試しお試しということができる。なるほど、なるほど。まずお店の名前さえ覚えておけば田舎で検索できると。で検索した上に自分がその田舎登録していればクーポン券も出てくるから、安く飲むことができるというもの。そうですね、それは便利ですね。なるほど。なんか中洲っていうと今までこうちょっと敷居が高いとかですね、料金いくら取られるかわからないとかですね、なんかこう見えないという怖さがすごくあったんですが、それをなんかすごく解消してくれるツールかなと。はい、それが僕らの目的ですね。なるほどですね、はい、いや今日は本当非常によくわかる説明をありがとうございました。またよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。